今回はご質問いただきましてありがとうございます。これから新型コロナウイルスに関連した患者の発症について取材を受けいたします。まずはじめに知事からお話を聞かせていただきます。道内におきまして、新型コロナウイルス感染症患者が新たに発生をいたしましたので、ご報告をさせていただきます。道内では4例目となります。この患者さんでございますけれども、大島総合振興局管内の方でございまして、本日、同立衛生研究所で陽性であるということが確認をされまして、すでに大島総合振興局管内の感染症指定医療機関に入院治療を受けているところでございます。現在の状況につきましては全身状態良好であるということで安定をしているというふうに聞いているところでございます。次に患者さんのですね、概要についてでございますけれども、年代は60代でございまして、性別は男性、国籍は日本でございます。また居住地につきましては大島総合振興局管内でございます。職業についてでございますが、ご本人が非公表をご希望しておりますので差し控えさせていただきたいと思います。また症状の経過でございます。2月3日に微熱、咽頭痛、2月7日に大島総合振興局管内の医療機関 A を受診、2月13日に同医療機関 A を再診し、発熱37度台でございます。胸部 X 線で両側肺炎が見られたということでございます。このため2月18日に同管内の感染症指定医療機関に入院をし、翌日でございますが2月19日に同立衛生研究所におきまして検査を実施した結果陽性と判明をしたものであります。行動歴、滞在歴についてでございますが、ご本人からの申告によれば海外渡航歴がないということであります。行動歴および濃厚接触者については現在調査中でございます。本日立て続けに2例の陽性患者さんが発生をいたしましたので、この後18時半でございますけれども本部員会議を開催をいたしまして、今後の対応や患者の状況などの情報共有を図るということとしておりますので、その点についてもお知らせをいたします。私から以上であります。これからご質問をお受けいたします。ご発言の際には社名とお名前をお願いいたします。それではご質問ございます方、挙手をお願いいたします。手締めの柔らかと言います。改めてすみません、容態をちょっと確認したいんですけれども、重篤ではなく落ち着いているということで間違いますか？そうですね、良好であるというふうに聞いてますので、普通に食事もされていて、お話もしっかりされているという状況で、ありがとうございます。他にご質問はございますでしょうか？まず今日の、午前中、札幌市の方が発表されました3例目の、方が陽性だということが、分かったのはですね、昨日の、5時から6時ぐらいだというふうに聞いてですね、これが知事のもとに、最初に耳に入ったのは、いつでしたっけ？これはですね、道に対して、情報をいただきましたのは本日の朝一番、9時前、ぐらいに情報をいただいたという形でございます。これについてはですね、まずその陽性が出て、で、ご本人に対してお話をしたりだとか、またさまざま状況について把握をされて、でその後にご連絡という形で札幌市の方でお考えになられたようでありますけれども、
まあ、結果としてそのあいつら一番でご連絡いただいたわけですが、まあ、陽性反応が出た時点でですね、ご連絡いただきたかったなというふうに思っています。はい、なぜ札幌市はこのように遅れてしまったのかというのを今若干ご説明されましたけれども、要は情報共有をすぐにすべきだとは当然思うんですけども、はい、その辺は何と説明したいのか、今の説明の限りでしょうか。今申し上げたような内容を聞いております。はい、昨日の夕刻にそういう情報が札幌市の方ではお伝えしていらっしゃった。その上でご本人に告知をするということ、さらには本人の症状を確認をしたら一人で、まあ、部屋にいらっしゃって、その中で基礎的な情報といいますかというのを確認作業いたしました。いたした中で、次の日の朝に入院をしようというような形で整理をして戻ってきたところ、深夜に及んできていたので、その情報につきまして朝8時45分ごろになって私の方に直接お電話をいただきました。こういう経過であります。本来的にはいつぐらいのお電話連絡が来るのはこう適切な対応、何事あっても第一報ということもあるでしょうし、ただじゃあどういう人でどのような症状なのかとかいうものなどの確認なんかは一定程度されてから今までもご報告がありました。札幌市からはそれがやっぱり深夜に及んだ段階 で今やっても患者様は安定している状況だし、市民の方などにも影響がないということもあった中で朝一番で報告をするということにしたというふうに聞いております。他にご質問はございますでしょうか。読売新聞のようです。4例目の方についてなんですけれども、職業が本人の希望で非公表となってますが、これは本人が非公表を希望すれば全て今後も非公表になるということなんでしょうか。そのいわゆるこの濃厚接触者を特定するにあたってですね、そういったことがなかなか困難な状況や、またその職業上ですね、多くの方々と接触をされるような状況など、まあ、そういった部分と、ご本人、個人情報を保護する観点、ご本人の意向などを総合的に勘案して、ケースごとに判断をしていくことになろうというふうに思います。先日の発表では、自営業ということで、それ以上は言えないということだったんですけれども、自営業であったり会社員であれば、その個人情報の保護という観点でいえば問題ないかと思うんですけども、どうとしたらどうなのか。今申し上げた通りですね、今後今調査をですね進めているところでございますので、行動歴および濃厚接触者について現在調査をしているというわけでありますから、そういった状況も見えてきた中で、公表することが適切なのかどうかというのは、ご本人の意向ももちろんのことながら、総合的に判断していくことになるというふうに思います。再度検討する余地はあるという、それは今後ですね、調査の中でどういった行動歴または濃厚接触者の状況があるかということを、ある程度しっかり把握をするということが大事だと思いますので、まずはその今行っている記者会見につきましては、陽性反応が出ました。ですからそのことを今分かっている情報ですね、まずは記者の皆様、そして記者の皆様、マスコミの皆さんを通して、労民の皆さんに、まずはお知らせをするという観点で、この会見をさせていただきますので、その後、情報などをまた分かってきた段階でですね、お知らせをしていくということになると思います。中国人観光客であったりとか、そういった方とこう触れ合う機会のある職業ではない。職業はご本人の希望から今の時点で、非公表を希望している中で、このような形で皆さんにお知らせをさせていただいています。今お話になった部分というのはまさに行動歴や濃厚接触者のお話だと思いますので、その部分についてはしっかりと調査をした上で、お話をしていくということになろうと考えています。別件でこうやって今回4例目が出て、
増えてきてると思うんですけども、実際今までこうあの保健所、まあ、医療機関を通して保健所にその報告、まあ、疑いがある人の報告であったり、まあ、というのが、まあ、どうにどれだけの数の報告というのが来ているんですか。検査は、まあ、検査以外のことですね。はい、今手元に詳細な数字がございませんけども、やはり報道がですね、かなり新型コロナウイルスに対して、なされています。また全体的にですね、そういった意識が高くなる中において、今海外渡航歴などがない中で感染経路がですね、特定できない中で、国の方も発熱症状とかがあれば医師のですね、指示のもと検査を行うということになって以降ですね、やはり件数が非常に多くなってきておりますので、そういった意味では非常に検査体制の充実というのをこれからしっかり進めていかなきゃいけないなというふうに思います。数字ちょっと後ほどでもいいんですけど教えていただくと、そこの数字が出してないですよね。出してません。他にご質問はございますでしょうか。HD です。現状でも知らんないということなんですが、ここは保健所がどこかということはこれは覚えていない。どうの保健所？豊島管内はどうの保健所でございますから、はい、豊島総合振興局内にあるんですね。保健所。あ、はい。あともう一点なんですが、これは濃厚接触者に関しては現在調査されていると思うんですけど、そうです、はい、どのぐらいかというのはまだ分かる。まあ、どのぐらい接種されていただいたというのはまだ。そうです、まさに陽性反応が出て本人に告知をし調査を行っているというところです。他にご質問ございますでしょうか。UHB の小池弁護士です。お願いします。今日午前中の札幌市の会見でですね、市中感染という言葉を使って、はい、ちょっとリスクが高まっているというメディアの話がありました。まず今の時点のですね、知事のご認識について教えてください。秋元市長の会見の中で、そういった市中感染も恐れがあるという状況の中で、政令指定都市としての市長として会見に臨まれて、お話をされていたことは承知をしています。少なからずですね、今4例目という状況の中で、陽性反応が出ている方が、増加している、こういったことについてはしっかり受け止めなければならないというふうに思ってますし、道民の皆様にもですね、繰り返しお願いをしているですね、感染予防に関する、それぞれの皆さんにお気をつけいただきたい咳エチケットや手洗いだとか、そういった取り組みについて、また体調がですね、優れない状況であればですね、不要なそういった多くの方が集まる場に行かれるだとか、そういったことにご注意いただく、この取り組みをですね、ぜひ続けていただきたいと思っています。以前発表いただいたその2例目の方で、高齢人を調査されている、今の現在のですね、ご調査の状況についてはどういうふうにお聞きになっているでしょうか。調査状況が皆さんにお知らせできる段階になったらですね、お知らせをさせていただきたいというふうに思います。濃厚接触者の人数などについて前回お知らせをさせていただきましたので、そういったことも踏まえて皆さんに情報提供をさせていただきたいというふうに思います。最後濃厚接触者の方に関しては調査中ということでいただいて、すでにそのウイルス検査等をですね、している方がいらっしゃるかどうかというのは今ですね、先ほど申し上げたように行動歴やですね、濃厚接触者について調査をしているところでございますから、基本的には濃厚接触者の中で、そういった医師からの指示などもございますが、その中で、検査を行う必要がありということであれば、積極的にそれを行っていくということです。よろしいでしょうか。他にご質問はございますでしょうか。朝日新聞の田中と言います。先ほども話がありましたけれども、本日札幌市の方から発表がありました。で、感染法上ではですね、都道府県が発表をするというような形になっていると思います。
それに基づいて今まで、まあ、道が発表してきた、今日は札幌市が発表した3例目についてですね。で、ここにありますように、一応これ4例目の発表ということなんで、3例目の発表は道からはないという理解になります。つまり、そのあたりの発表の方針というのは、今回変わったという理解でいいでしょうか。まあ、当然こう、都道府県としての役割としてですね、行政反応が出た状況や、新型コロナウイルスに関する、そういった情報を道民の皆様にお伝えをしていく、このことに変わりは全くございません。ただ、札幌市が人口190万を超えるですね、そういった政令指定都市として、その内容について市民の皆様、市中感染が疑われる中で発表をしていくと、こういうこと自体はですね、これは必要なこととしてですね、市長ともお話をさせていただきました。ですから市としても当然発表いたしますけれども、これはまたマスコミの皆様ともですね、ちょっとご相談させていただかなければならないと思いますが、基本的には我々としてもですね、その数字など状況についても札幌市さんと当然同じ情報を持っているわけですから、その部分をしっかりお伝えしていくと、こういうことも必要ではないかなと思っています。まあ、どういった形で一番道民の皆様や本日お集まりの同席記者クラブの皆さんにですね、お伝えしていくことは最もロスが少なくて的確なのかということについては早急に詰めたいというふうに思います。で、今の政令市の関係、保健所政令市の関係でございますが、保健所政令市として発表することもできます、もともとですね。ただ、今回の案件については、最初、都道府県としてお願いしますということで動いてきたものでありまして、政令市が自ら発表することも可能ではあります。もう一つ、今日札幌市の発表の中で、2例目の中について、これまで道が発表していなかった札幌市在住であるとか、あるいは札幌市、衛生研究所の方で出たとか、そういう、要はこれまで道が発表されなかったことについて、札幌市が独自の判断で発表されたと思います。そのことについてはどういうふうに考えますか。まあ、今回、市中感染が疑われるという状況の中においてですね、今回の新規の陽性反応から出た部分について発表された中で、すでに報道などでもその札幌市の病院で入院をされている状況などについてはですね、札幌市としてお答えになられてました。ですからそういった中で今回会見の中でもその認識を再度お話をされたんだというふうに認識をしています。3例目についてはそれで構わないんですけども、2例目については道の発表と札幌市の発表とが要はダブルスタンダードのような感じになってしまっていると思うんですが、その点はいかがですか。まあ、ダブルスタンダードといいますか、札幌市としてですね、2例目についてもお問い合わせがあった場合については札幌市であるということについてお答えをされていました。ですからその部分については、先ほど部長からもお話がございましたけれども、今回の秋元市長の会見の前の私も電話でやり取りをしましたけれども、札幌市として保健所設置市として190万を超える政令指定都市としてですね、そういった対応をさせていただくということですから、そこをしっかりですね、広域自治体として補完をすることが出てきますので、また都道府県単位での発表をしていかなければならないところもあります。ですから、そういった部分についてはしっかり整理をして、道民の皆様、札幌市民の皆様の不安解消に向けてですね、しっかり取り組んでいきたいと思っています。どうぞ。ちょっと何点か伺います。今回のこの島管内の件ですけど、これ市中感染という認識はありますか。いや、その恐れがあるということかと思いますので、今後さらに行動歴や濃厚接触者などの状況を見た中で、そういったことが疑われている状況についての情報を整理した上で判断をするべきことかというふうに思いますので、今の時点ではですね、秋元市長がおっしゃっている範囲を出るものではないというふうに考えます。あと、この3例目の件に関してなんですけれども、記者クラブのですね、総理として、幹事社である NHK が代表選考させていただきます。午前中、保健福祉部長が、何ら代表でもなく記者クラブにいらっしゃいまして、一報を、
レクと言いますか、おっしゃられたんですけども、その時にですね、でその各社揃ってない状況で3人目の感染者が出たと、そういうことを言うということはどういうことなんでしょうかということと、それにはですね、部長は知事の指示を受けて副知事からの指示だというふうに私どもは把握しているんですけど、いかがでしょうか。まあ、我々としてその冒頭のご質問にございましたけれども、札幌市がさまざまな経過の中で、まあ、朝一番でのご連絡をいただきました。また会見 の, その札幌市での開催状況について、確か私の記憶だと1時間前ぐらいですか、札幌市はそうですか、ご連絡を市政クラブですかね、の方にされたというふうな状況であったかと思います。私の方からですね、その副知事からもご相談ありましたので、同性記者クラブにまずすぐにご連絡をすべきであるということを指示いたしまして、結果としてそのような形になってしまいましたけれども、今後ですね、先ほどご質問の中でもお答えをいたしましたが、同性記者クラブの皆様、そして指定記者クラブ、それぞれ記者の方がいらっしゃいます。そういった中で、人員も限られて、らっしゃいますので、ロスがない形、または道民の方、市民の方に、いかにしてですね、しっかり情報をお届けできるかという観点で、今後しっかり、その点について改めていきたいというふうに思います。本当に3分の1ぐらいの社しかいなく、3年目が発表されるととても乱暴な対応だったと思います。これについては記者クラブとしては反省を促したいと思いますが、その点いかがでしょうか。まあ、今お話をしたことに尽きるというふうに思いますけれども、これからですね、どういった形でこの発表されていくのかということに対して、記者クラブの中で、不安な部分があるかと思いますので、しっかり適切にですね、記者クラブに対してお話をしていくということをこれからしっかり行っていきたいというふうに思います。あともう一つ、これとはまた別にちょっと小島の例 の, この4例目の件なんですけど、4例目の件は知事の認識としては市中感染という、そういう認識はありますか。小島の事例ですよね。小島管内での発生でありまして、まあ、まだ報道歴などがですね、詳細が調査中でございますから、明確にこの場面で感染が疑われるということも明らかになっておりませんので、その点については現在どういったことを想定されるということは差し控えたいと考えます。差し控えたいというのはまだ判断してないということですか。まだ情報が集まってませんので、まずは情報をしっかり集めて、さまざまそういった情報をですね、正確に把握をした中で判断をしていくことであろうと思います。見極めている最中ということですね。そうですね、調査中。他にご質問はございますでしょうか。何点かありますか。朝新聞の問題ですけども、本日は秋元市長がですね、会見の時に道内の隔離について発表についてですね、札幌のことは札幌市でやると、でそれ以外のものは道にやってもらうと、そういう道の中の話をですね、札幌市長が話をしたんですけども、それについては市はどういう意見なんですか。それですね、議事録っていうか前後の文脈があって、私と電話で連絡をして、私の方からお話をしてます。札幌市の考え方をお伺いしました。で、保健所設置し、政令市としてそういった形で対応するということでございましたので、他の保健所設置士の状況もございますから、現時点においてですね、他の保健所設置士においては、現行の対応を変えるという予定はないという状況であるので、そのことについて市長に私の方からお話をしました。ですからそのようなことを踏まえてお話になったんだと思います。普通道内の話を、ね、するときは、まあ、知事が最初にお話をするのが筋だと思うんですけども、そういったお考えはございますか。ご質問を受ける形で多分お話になったんではないかなというふうに思いますので、また私と連絡を取ってそういうような扱いについてお話をしたということも、お話になった上で、市長はコメントをされているというふうに私は認識しています。3件目、今回 の、まあ、昨日から今日にかけての連絡についても市ともやりとりなんですけども、まあ、昨日陽性が分かった段階で
お知らせもらえなかった、市からもらえなかったということですけれども、これについては札幌市の抗議とか、そういうのはお話されましたでしょうか。まあ、大事なことはですね、もっと早く連絡が欲しかったというやり取りは率直に言えばさせていただきました。ただ、今ですね、新型コロナウイルスの感染拡大を何としてでも防いでいこう、道民の皆様の命健康をしっかり守っていく観点から力を合わせて取り組んでいかなければならないというところでございますので、反省すべきところは反省をし、またしっかり連携をしてですね、その道民の皆様、札幌市民の皆さんのその不安解消に取り組んでいくことが何よりも重要だというふうに思いますので、そのような考え方の中で連携を取っていきたいと思います。札幌市には反省を流した、反省を促すといいますか、連絡をもっと早くですねいただきたかったということについては、私から申し上げたんではないんですけども、担当同士でですねお話をさせていただいてはおります。ただとにかくですね、やっていくことをしっかりやっていかなければならないと思いますので、そのようにしていきたいと思います。4例目の件なんですけども、札幌市はですね、今回お話聞くと、容体、今回の方は容体も安定していると、そうです、お話もできるということで、その要は市中感染を、要は情報やり取りできるからですね、市中感染を疑ったので市が積極的に公表したっていう論理で言ってるんですけども、今回の方っていうのは、やり取りできるわけですね。4年目の人、4年目の方で良好な状態できるけれども、市中感染をまだ疑ってないということでよろしいですか。今ですね、先ほどから繰り返し申し上げているんですが、行動歴だとか濃厚接触者については調査中であります。陽性反応が出て、直ちにまずは皆さんにお知らせをする、これは全てがですね、この時点で明らかになって皆さんにお知らせをできれば、それは確かに一番いいということは私も分かっているんですが、まずは情報が分かった時点でこの会見を開いてお伝えをするということに、力点を置いてこのような形でさせていただいてますので、また状況分かり次第皆さんにお伝えしたいということでご理解いただきたい。あとですね、今日は2例目と3例目の札幌市在住の方っていうのは分かったんですけども、4例目については牛島管内の方ということで、市町村名が分からないということなんですが、これについては今後もこういう形になるんでしょうか。要は例えば札幌市の場合は札幌市在住は分かる、で動画発表する場合は職名は全く分からないと、そういう形で済むんでしょうか。はい、基本的にはそのような運用をさせていただきたいと考えております。ただ今後ですね、どういった状況でこの新型コロナウイルスの取り扱いについてが変更になっていくかも分かりません。これは国の厚生労働省の動きもしっかり注視をしていかなければならないと思いますし、また北海道の特徴の中でですね、そういったことを積極的に市町村と協議をしながら明らかにしていくべきだということもあるかもしれません。ただ今の時点ではそれぞれの振興局の単位で発表させていただくということで、以前お話をさせていただいた考えについて変更はございません。例えば上川、旭川とかですね、函館なんかは数十万の都市ですね。札幌とまではいかないけれども大都市であることは変わりないんですが、そこでもやっぱり上川とか大島とか、先ほどですね、ご質問いただいた中でもお答えをしてますけれども、他の保健所設置市についての取り扱いはですね、現状を変更はないということですから、そこの部分と、移行部の話かなというふうに思いますので、そのような変更を今予定はしません。それにご質問をお一人とさせていただきたいと思います。岡田市民の松本です。札幌市の対応についてなんですけれども、札幌市昨日の夜というか6時7時ぐらいに確認していたと思うんですが、それから18時間ぐらい経ってですね、今日の12時に発表という時になりました。どうは確認してからですね、数時間後には発表していることになるんですけれども、こうした札幌市の情報提供のあり方について、どのように考えでしょうか。先ほどご質問何件かいただいた部分と重なると思うんですが、陽性反応が出た時点において共有をさせていただきたかったというのは率直に言います。ただ
たださまざま本人への確認陽性反応が出ましたというお話であったり、まあ、深夜まで作業がですね及んだ中で朝一番でご連絡しようというお考えだったようであります、まあ、それをお聞きした上でもできれば分かった時点で教えてほしかったということはお話をしました。まあ、この部分、しっかりですね、互いに認識を共有をしてしっかりいち早く皆さんにまずは状況をお伝えをするというのがこれまでのスタンスでございますから、その点について共有しっかり認識を同じくしてですね取り組んでいくことが必要だというふうに思います。道に対しては道民に対してはさらに増えているわけです。福祉が道民の連絡で12人が道民の説明ということなんですけれども、この時間もまた結構かかっているんですね。これについて道民への説明についてまあ、札幌市民の皆様、道民の皆様がですね、非常に新型コロナウイルスの陽性反応が出る、いわゆる患者さんが道内で発生をすることに対して大変大きな関心を持って見つめているわけでありますから、いち早く皆さんに分かる範囲のですね状況をお伝えをしていく、まあ、記者の皆さん、マスコミの皆さんを通してになりますけども、そういった視点で今後もしっかりやっていきたいというふうに思いますので、まあ、今回の点反省すべきは反省をし、札幌市ともしっかり、協議をしてですね臨んでいきたいと思います。よろしいでしょうか。それでいきます。すみません、読売新聞の森下です。これまでのお話の中でも出てきてはいるんですが、秋元市長とお話をされたということで、まあ、お電話かなと思うんですけども、どういうタイミングで、どういう内容のお話をされたと大学にお願いしますか。まあ、まず事務的にですね、調整をさせていただいた中で、まあ、やはり市長としっかりお話をさせていただきたいということで、朝10時ぐらいだったですかね、にご連絡をさせていただいて、ちょっとさまざま市長も対応されていて、でその時電話がつながらなかったんですが、折り返しご連絡を10時台だったと思うんですが、11時前、11時50分ぐらいですかね、にご連絡を取れまして、でその中で先ほど申し上げたような今後の対応についてお話をさせていただいて、また他の保健所設置士に対する現状での変更がないことなどについてもお話をさせていただいたところです。今回も4例目の方ですが、本人が非公表を指名するという理由は何と思いますか。公表することにおいて特定される恐れがあるので公表としていただきたいというのが本人のご意向でございます。まあ珍しいご職業ですか、そういうことですね。まあ想定については申し上げることは差し控えたいと思いますが、そういうご意向でございます。よろしいでしょうか。それ言います。それではこれで、新型コロナウイルス感染症に関連する患者の発生に関する記者会見を終了させていただきます。ありがとうございました。今後ともよろしくお願いします。